ブーツはイギリスのドラッグストアチェーンである。ブーツの広告1849年、ブーツ夫妻がノッティンガムに開いたハーブ薬店がルーツであり、化粧品のノーナナなど、オーオンブランドが有名である。2007年からはスイスに本拠を置くアライアンスブーツの構成企業となっていた。2014年8月にアライアンスブーツはアメリカの同業チェーンである。 ウォルグリーンにより買収されることが発表され、同年12月31日に、ブーツ、ウォルグリーン両社の持ち株会社である、ウォルグリーンブーツアライアンスが設立、ブーツは、その構成企業と位置づけられることになった。ベルファストにあるブーツの店舗日本では、ブーツ社が、三菱商事と合弁で、ブーツ MC 株式会社を1998年に設立し、 1999年7月30日、原宿に1号店をオープン。その後、吉祥寺、銀座、横浜三越へと店舗を広げた。また、薬事法の関係から、日本にストアブランドの医薬品を持ち込むことが難しく、ナショナルブランド商品の比率を高めていた。高級化路線で市場開拓を進め、一方で単なる安売りではなく、2個買ったらもう1個サービスするなど、 他との差別化を図り、最終的に300店舗の展開を目指していたが、他社との競合に敗れて2001年8月に、日本から撤退した。バイシラ、LM、アンドミッツスイ、AM ペンショーネポリシーアットザブーツカンパニー、PLC、ハーバードビジネスレビュー、ホーバルビジネススクール、27オーガスト2003、米ウォルグリーン、スイスのブーツを153億ドルで買収へ、 ブルームバーグ。2014年11月11日閲覧。ウォルグリーンのアライアンス買収。株主が承認。ウォールストリート・ジャーナル。2015年7月19日閲覧。ABC2001 年7月17日付。日経流通新聞二面。松本清の迎えにオープンした。企業訪問。ブーツ MC。読売宿リポートを発表。 2014年4月5日閲覧。ウォルマーと先細り日本市場から撤退声優を売却へ、再編でデジタル分野を強化。サンキビス、サンケイデジタル。2018年7月13日、2021年6月29日、閲覧。ありがとうございます。